日中国では今でも新型コロナが感染拡大しています多くの人が感染して不眠、難聴、身体機能の低下など後遺症が出てきましたまた多くの病院で脳炎患者が大幅に増えました Twitter ユーザーが1月27日新型コロナウイルス感染症から回復した後にも 耳鳴りや難聴の人が多くいるとツイートしました。また別のユーザーは中国では新型コロナの後遺症として労働能力を失った人が現れ始めている。ベッドから降りられず歩けなくなっていると投稿しました。医療関係者によると新型コロナウイルスは超神経を損傷し難聴、耳鳴りなどの症状を引き起こす。 早く治療しなければ完全な回復は難しくなると言います。養生万宝の1月11日の報道によると、新鮮大学総委員の神経内科は1週間で数十人の脳炎患者を受け入れました。その中には20代の患者もいました。これらの患者の中には新型コロナウイルスが引き起こした脳炎もあれば、 自己免疫性脳炎もありました。人工呼吸器が必要な患者もいたと言います。また、上海市石膏省の複数の神経内科医は、最近診察した神経系関連疾患の患者の中には、新型コロナウイルスによる脳炎患者が少なくないと述べました。天目新聞1月12日の報道によると、 石膏大学医学院附属第一院神経内科のご当庁副主任医師は感染のピークが過ぎた後新型コロナウイルスが原因で脳が病変した患者が多く現れた最近治療を受けた患者の中にはめまいや嗅覚味覚障害のほかウイルス性脳炎転換意識混乱及び その他の脳障害の症状を示す患者もいたと述べました。